皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生の正の数、負の数の内容です。今日の狙いは、プラスとマイナスを知ろうです。これまでにない新しい数やものの見方を楽しんでいきましょう。学習の途中では、いつでも止めて繰り返してみることができます。自分のペースで進めてください。それでは教科書の10ページを開いてください。皆さんはテレビの天気予報で各地の気温を見ることが多いと思います。10ページの日本地図には、ある日の各地の最高気温と最低気温が出ています。上が最高気温、下が最低気温です。その各地の違いを見ていきましょう。ここは寒いな。ここは暖かいな。自分の住んでいる場所と比べてどうだろうとイメージしながら見るといいですね。それでは各地の気温についてどんなことが言えるか考えて書いてみてください。どんなことでも気づいたら書いてみてください。それではビデオを一旦止めて書き終わったら続きを見てください。どんなことが書けましたか？一人一人の見方や考え方があるので、かけたことが大切です。北の地方は随分寒いですね。長野も寒いですね。東京は桜の咲いている季節のようですね。北に行くほど最低気温も最高気温も低くなるようです。これは先ほどの地図から、最高気温と最低気温を抜き出して並べてみました。この表で旭川、青森、長野を見ると見慣れない数字がありますね。旭川のマイナス6、青森のマイナス2、長野のマイナス3は初めて見る数だと思います。これは0度 C より6度 C 低い、0度 C より2度 C 低い、0度 C より3度 C 低いという意味です。それでは教科書10ページの下の温度計に大分、長野、東京、旭川の最低気温をこの温度計の図に示してみましょう。後で消せるように鉛筆で書いてみてください。一旦ビデオを止めて書き終わったらまたスタートさせてください。先ほどの4都市の最低気温はこの赤で示した気温です。だいたいこのようになったでしょうか。寒さや暖かさの違いが温度計の高さの量で見えるようになりましたね。この4都市の違いを見てください。東京と旭川を見てみましょう。同じ6度 C という気温です。ところが温度計では随分高さが違いますね。旭川と東京の6度 C の違いを見ていきましょう。東京は0度 C より6度 C 高く、旭川は0度 C より6度 C 低いので、この違いを区別するために、0度 C より6度 C 低い方の温度を記号マイナスを使ってマイナス6度 C と書きます。これに対して0度 C より高い方の温度を記号プラスを使ってプラス6度 C と表すことがあります。プラス6と6は同じです。こう見ると、6の前にはプラスが隠れていたと見ることができますね。1や2や3もプラス1、プラス2、プラス3のことです。それでは、プラスとマイナスになれるために、この問題をやってみましょう。ビデオを一旦止めて、書き終わったらまたスタートさせてください。
このようになったでしょうか。今日はこのようにプラスとマイナスの表し方に慣れてください。さっきの温度計のようにある基準0を定めて、基準0より大きい方向をプラス、基準から小さい方向をマイナスで表すと、とっても便利なことがたくさんあります。今度は山や土地の高さを表す方法を見てみましょう。これらはどこからの高さなのか、基準を作ると表しやすくなります。海面の高さを基準の0メートルにして表してみましょう。海面より874メートル高い場所の高さはどのように表せますか？そうですね。プラス874メートルと表すことができます。それでは海面より170メートル低い場所の高さはどのように表せるでしょうか。そうですね。マイナス170メートルと表すことができます。写真にある八戸石灰鉱山は一番深いところで海抜マイナス170メートルですから、随分と深いところまで掘られていることがわかります。もう一つ練習です。海面の高さを基準0メートルとすると、海面より56メートル低い場所の高さはプラスマイナスを使うとどのように表せますか？そうですね。マイナス56メートルと表せます。それでは教科書にあるこの2つの問題をやってみましょう。ビデオを一旦止めて書き終わったらスタートさせてください。このようになったでしょうか。だいぶ慣れましたか？いかがだったでしょうか。これまで気温と土地の高さを例にしてプラスとマイナスを学んできました。これ以外にある数を基準0にしてもとても比較しやすくなる例があります。例えば携帯電話の使用料金で見てみましょう。毎月の使用料金が使いすぎた、節約できたというのを目標金額からの多い少ないで比較することができます。目標金額を基準にして多く使いすぎたときはプラス、目標金額より少なかったときはマイナスで表してみることができます。4月は目標金額より1000円使いすぎたとき、プラス1000円。5月は500円節約できたとき、マイナス500円と表すことができます。このように基準0を目標金額にすることもできます。まとめです。ある基準を0として、0より大きい方向をプラス、0より小さい方向をマイナスと表すことができます。今日はプラスマイナスの記号と使い方を学びました。以上で今日の学習を終わりにします。